ちろん私もやってきました。ちょうどね、そう今食事中だから朝ごはん食べてるところですよね。気を抜いてます。だから声ちゃんとちっちゃく、もう本当にね、入ったらすぐそこなんですよ。じゃあ行きましょう。頼みそうにしてる、こんなこともしながら。どうもどうも、やっぱご飯食べてる。出た三択だ。丼ぶり女子、はい、どうこれ今日は何これ。今日はちょっとごめんなさい、食べかけなんですけど、三色丼、うん、私が世界で一番好きな食べ物、三色丼と、うん、唐揚げくんカボス味。もう二重さんのこだわりだもんね。そうです、あのオンエア頑張った日は三色丼と唐揚げを食べるっていうこだわりです。今日頑張った、よかったよかった。はい、じゃあ読んでください。突撃カバンの中身チェック。はい、決まりました。言わないもん。ちっちゃめじゃない。ちっちゃくない。ちょっと持ってみて。女性が持つと、あ、結構軽い。早速シミ。ボールペンの跡ついちゃう。ボールペンの跡で、あ、それあるあるだよね。うん、しょうがないしょうがない。犬も散歩行くときに持ってる。違います。散歩じゃない、仕事に来たんです私は。あ、これティファニーの。そうですね、それは中にアクセサリーが入ってます。早速後ろ汚い。ね、これなんで後ろ汚いの。なんかいろいろ汚くない。なんでボールペンがついちゃったんですとか、なんか指輪とかピアスとか、かわいいかわいい、かわいい感じ。これはなんだい、これは。この、これ何、これなんだい、これ素敵な、ほらフェイスミスト。フェイスミストです。おしゃれ。知らない。どう？あ、これがフェイスミスト。初。あ、初。いい香り、いい香り、いい香り。すげー楽しい。すげー楽しい。これはいわゆる化粧品道具ってやつ、女性の。ああ、こういうね。ああ、そうですね。あの、アイシャドウなんですよ、これ。これアイシャドウなんだ。リキッドアイシャドウ。これアイシャドウ。アイシャドウ。アイシャドウ。いろんなやつがあるんだ、だから。うん、あ、これは。何これ、これ何？リップです。リップ？クド。二重のリップ。クド。やだ。クド。いろんな遊びができるかもしれない。やだ。クド。なんか出てきた、なんか出てきた。つやや。そうだね、そうだね。俺食べちゃったら俺めっちゃ叩こうと思ったの。なんだこれは。それはタイのお土産の蜂蜜のど飴です。あ、のど飴ね、やっぱり必需品だ。うまいので必要です。あとこれハンドクリーム。ハンドクリームです。じゃあちょっと苦労してつけて。結構いきましたね。手芸。塗り方に特徴がすごいんですけど。ああ、いい。いい香り、いい香り。あ、そういう遊びできるんだ。そうやってください。新しい。すいません。志村けんさんみたいになってるじゃん。お財布。あら、やっぱりお財布。お財布。お財布。汚ね。随分使い込んでますね。結構これ結構使い込んでるな。手垢が。ひどい。ジム？SB シーツのなんだこれ。脱毛です。いや、女子だけ。髪の毛なんか悩むって言ってたもんね。免許証。免許証。見たい。可愛い。可愛いです。え、超見て。かわいい。ちょっと決めちゃってんじゃないの。なんかちょっと顔かわいい。普通にかわいい。いや、もっと恥ずかしい。そのなんか運転免許証って真顔じゃないんですね。そうそうそう、西尾なんかちゃんと顔を作ってるよね。あ、確かに確かに。決めちゃったね。かわいいでしょ。いや、よかったよかった。すごい、もう顔からも隣香りが